本日はご覧の通り雨模様です。雨模様ですが、ドライブをしながら道端の採れる山菜を取っていきたいと思います。藤の花も咲いてます。これ大花ウド、これが尺ですね。道路沿いですが、タラの芽もあります。はい、いただきます。 OK、 これをちょっと試しに取っていきたいと思います。よいしょ。この部分をこの上の部分を試しに取っていきたいと思います。スカンポ、イタドリ、これが去年のウドの伸びたものです。それの根っこ近くに今年のウドが入ってる、これですね、今年のウド。これが去年のやつ。すごいな、木見た。すごい木だ。すごい木になっています。今年のウドをいただいてきます。これですね。これ取って、これは柔らかいところをいただくと。よし、こんな感じで。よし、 OKOKOK、 ウドです。ありました、ありました。これが山ぶどうの花、こちらも天ぷらで食べられます。山ぶどうの花取る。どうした、これね、これ。よした、山ぶどうの花いただきます。ヨブスマソウ、ヨブスマソウですね。よし、ウドあるのは日本ですね。ウドあったっけ。よかったよかった。何の細くいっすよ。細っけ。何じゃねえか。でも道端だから、あ、これもウドだ。あれな、よしと。ウドはもういいかな。ウドはもう十分取った感じがします。天ぷら用のウドはもう十分に取りました。あ、これあれだ、これは毒じゃない？なんだっけ、漆？これ漆ですね。漆ある、こっちにもある。そしてウドがある。あれもウドだ。ウドね。太めのウド、これね、これ上の方がいいか。やっぱり上をいただきましょう。今日初わらび。ここのエリアは標高が高いので、これからわらびが出てくるような感じです。いい、うどがあった。まだうどがあった。
いやー、うどんはいっぱいあるな。いやー、すげえ。やっぱすごいわ。もうね、別に山の中入んなくても道沿いで結構取れる。ざっくりかな。これが鳥屋昌磨、こちらが鳥屋昌磨で、これ山よりじゃないかな。これとこれ違うね、やっぱ葉っぱが違う。これは同じ？これ違うな。大花うどのこのわかめの部分を取っていきます。こちらの部分がすごく美味しいです。独特の香りがしますがすごく美味しいです。天ぷらにするとすごく美味しいです。これも叩く。これでね、この部分裂く。いいのあった。大きいなこれ。無類だな。え、違うかな。え、倍計装？ん？これは？これなんとか。うわぁ、プラ船。
部類の茎の部分をいただいてきます。こんな感じですね。これ部類の茎をいただきます。よいしょ。落ちた落ちた。こんなもんでかな。部類の茎、わあ、そっちもあるな。まずこんなもんで。手始めを取るのかね。これはこういうのを取るのかね。こういうの、ヨモギを少しいただいてきます。天ぷら用にいただきます。こんなもんかな。ヨモギの特徴は葉の裏が白い感じです。こんな感じですね。